外にいるんですけど、金曜日ですね。金曜日から休みがいいな。金曜日から休みがいい。もう何もやる気が起こってないですね、宮里さんは。しかもね、昨日洗濯物を途中まで残して寝るという最悪な結末を迎えてしまった。話なんですけど、ウニは大爆睡してますね。サミットで買い物してきた。リラもスーパー行きたい。リラもスーパー行きたいから、またみんなと一緒に散歩がてらスーパー散歩しようかな。スーパー散歩しましょうかね。リラね、作りたいのがあるの。トマトのチーズリゾットを作りたくって。めっちゃ簡単に作れるんだけど、そう、作りたいんですよ。
今日雨降ってないよね。今日は曇りか。昨日はね、ちょっと雨降ってたもんね。ちょい降りの雨が。リランチェが32になった。でもね、もう梅雨明けるんじゃない？なんか梅雨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 言ってるけどさ、なんか思ったより梅雨じゃなくて、結構なんか嬉しい。リラからすると梅雨梅雨してなくない？あんまり。なんかもっと去年とか雨すごい降ってるイメージあったけど、そんなことなかったな。ないね、今年。ね、雨降ってないよね。いや、スーパー行くか。
リランチュ。スーパー行くけどまだ体が動かないです。通訳するんだ沖縄。夏でもさ、夏って意外と3ヶ月ぐらいだよね。3ヶ月ぐらいじゃない？違うっけな。やばい、もうショック。昨日洗濯物回したまんま寝るという、結構後から後悔することをやっちまってる。さっきも言いましたけど、もう一回回しましたから洗濯物。洗濯物を回して私は買い物、チーズリゾットを作るための買い物に参ります。なんか何回洗濯しても何回洗濯しても洗濯が終わんないんだけど、もう何事？ありません？何回洗濯しても何回洗濯しても洗濯が終わらないという現象、私だけじゃないはず。
いしょ。よいしょ。こんばんは。よし、洗濯も回したところだし、今から柔軟剤の旅に、柔軟剤じゃない、柔軟剤入れたか、今柔軟剤って言っちゃった。なんだっけ、チーズリゾットを作る旅に、違う、チーズリゾットを作りたいから買い物の旅に出かけます。その前にちょっと混ぜてください。よいしょ。私結構ツイッターめっちゃ見るんですけど、めっちゃツイッター見るんだけどね、なんかツイッターでなんかバズってるなんか簡単飯みたいなものとか見るのも結構好きなんですよ。
簡単に作れるみたいなやつとか。なんかそれでね、なんか簡単で美味しいトマトチーズリゾットの作り方みたいなのを発見しまして、それをずっと作りたいなって思ってたんだけど、夜食で作ろうかなって思ったんだけど、なんかトマトが売ってなくて、コンビニに。で、作るの断念してしまったんですけれども。お昼に食べたいなって思って、近所のスーパーに買いに行きます。なんかね、ガチトマトが欲しいの。缶詰でもいいだろうけど、あ、でも缶詰でもいいね、別に。リラが今から買いたいのはトマトと胡椒を買いに行きます。髪ボサボサな気がする。あと、ミニトマト。なんかレシピに書いたのはミニトマトでしたね。でもさ、今こんなにできてるからさ、なんかこう下手に刺激のある食べ物を食べると美味しく食べれない気がするから、ちゃんと潰して食べなきゃ。スーパー到着。こっちあった、ミニトマト発見。結構トマトは好き。あと、なんか買うのあるかな。まあいいか、トマトだけで。胡椒だ、胡椒どこ。あった、胡椒。蜂蜜まだ買わなくていいかな。蜂蜜を使う日が来たら買おうかな。蜂蜜は、蜂蜜固まっちゃうじゃん。うわ、なんかお菓子買いたい。スッパムーチョ。よし、レジに。あ、蜂蜜売ってるけど、いいや、蜂蜜はまた次回買ってくる。あ、大丈夫です。
ってないです。438円いただきます。ペイペイで。これさ、リラがさ、あのレジで買ってたの聞こえてた？レジピッピしてるの声聞こえてるの？これ。え、聞こえてた？え、聞こえてんだこれ。恥ずかしい。ミュートにすればよかった。あ、聞こえるんだこれ。そう、普通にペイペイでって言ってた。聞こえてないかと思ってたのに。聞こえてるんかーい。レジ袋はいりませんって言った。トマトとか久しぶりに食べるかも。でもちょっと電波悪くなります。着いた。お家到着。お家到着。いや、もうソファーに座ったら私は絶対立たなくなる気がするから、ソファーに座るのはやめよう。ソファーに座るのは一旦やめて。チーズリゾットを作る。だ、作るって言ってもなんかレンジでチンしたら終わるらしいけどね。案外広い範囲聞こえてる。やばいね。それはやばい。それはやばいやばい。とりあえず今から作る。作り方としましては、まずはご飯を自分が食べたい分だけ入れる。
ご飯を入れてトマト、ミニトマトを自分が食べたい分だけ入れる。ミニトマトはちょっと洗います。どんぐらい入れよう、7個ぐらい。8個ミニトマト入れます。でこの入れたらねトマトをねぶっ潰すんですよ。多分ちょっと待ってレシピを見直す。なんかでもこれツイッターに書いてるやつだからね、なんか詳しくは書いてないんだよね。ツイッターを遡る。どこにあったっけな。あれ、へっ、ごめんなさい。どこチーズ、へっ、あった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 。トマト全部いるかも。いや待って、作り方しくった。ご飯とチーズ以外を入れてレンチン4分、トマト潰す。ご飯とチーズ入れてレンチン2分、お好みでごまやバジル。間違えてないリラ。これ無理無理無理か。トマトはトマトとかでやんなきゃ。なるほどね。なるほどな。もう一個ワン使うか。ご飯とチーズ以外を入れてレンチン4分。
ことは水も入れるってこと？ざっくりすぎてわかんないね。鶏ガラどんぐらい入れればいいんだろう。適当に入れればいいか。とりあえずレンチンします。4分って書いてるけどそんないるかな。これが美味しかったらレギュラー化させたいな。結構目分量で入れただよね。準備もしつつやんなきゃ。私の今日のミッションはトマトチーズリゾットを食べて洗濯を一回干してもう一回洗濯を干すとこまで。ちょっと今日は目標です。チーズは使うよ。これを7時半までには終わらすこのミッションたち。今洗濯物が鳴った。お、チーン。チーン言ったよ。早くしないとマジ時間なくなりそうだね。早くしよう。よし。こんばんは。みんな何食べるの今日の夜ご飯。
マグロカツ弁当、何それめっちゃ美味しそう。タコスいいね。そうタコスもね結構簡単に作れるから、一人暮らし飯とかにめっちゃいいよな、タコスって。よいしょ。パスタ、パスタもいいね。うどんとかね、冷やしうどんとか食べたい。これ毎日言ってるよ、なんか。トマトチーズちゃんたちが待ってるから早く行かなきゃ。洗剤がないぞ。いいやのうな牛食べた。いいな、リラもうなぎ食べたい。やばい、キャップどっか行った。
すき焼き食べたくなる、たまにこんな時期でも。わかんない、この気持ち。うるさいね、絶対ここはうるさいわ。あ、そうだ、めちゃめちゃもう言ったつもりでいたけど全然言ってなかった。あれですね、あの無事にイベントの方の舞台のあの合格しました。パチ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 、ほうがめちゃめちゃ言った気でいた。めちゃめちゃ言った気でいたけど全然言ってなかったね。みんなのおかげです、本当にありがとう。みんなのおかげです。なんかまさかあんなに早く結果が出ると思ってなかったから、なんかびっくりした。なんかね、イベントは終わったりとかして、なんかその受かったりとかするとショールームのメールボックスになんか概要みたいなのが来るんですけど、なんかそれなんかたまたまなんかただ通知とかは来ないの、それが。なんか通知とか来ないからか分かんないんだけど、なんかたまたまショールーム開いてなんか見てたら、あ、なんかメール来てると思って、あ、結果のメールかなと思って、見たら そのメールでして、そう、当日来た、当日オーディション終わって5時間後ぐらいとかにそのメールが来て、びっくりしたよね。え、こんな早く来るんと思って、なんか自分が思ったよりも早く来てびっくりした。そう、でもなんかね、1週間こうドキ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 して待つよりかは早めに来てくれた方がなんか嬉しいなって思ってたから、取った電波。聞こえよかった。にやばい、意外と全然時間がなさすぎて焦ってきてます。宮里氏、今頑張ってトマトを潰してる。
ね、便利。テンポが悪くなるよね。よし、これでまた今トマトを潰したんで、もうちょっと鶏ガラ入れていいかな。もう鶏ガラの分量が全然わかんないんだけど、やっぱ入れすぎたかな、わかんないよわかんないよつけて、ね、てか今日変な夢見たの。まださ いつもさ夢見たらさ調べるんだけどさ、調べてないわけまだ。なんか事故る、車でね韓国で旅行しててね事故るね、見た、最悪。チーズを入れましたね。よし、これをチンします。やっぱ時間ないんだけど、食べる時間あるかな。時間がないよ。リラにお任せあれ。間に合う。ねえ、リラのショールームさ何分ぐらいに切れた？何分？電波が悪くて再開できんかった。チン、ユータ、まああんま気にしてないよね、ラジオだしね。すごいいい匂いがしてきた。きっとこれはトマトちゃんたちの匂いだ。チーズ溶けたかな。まあまあ入れたけど。
こんばんは。ではじゃあ取り出してくるぜ。めっちゃ美味しそうにできたよ。ストーリーにあげよう。あ、待って、濃いかも。でもおいしそう。あ、そう、ストーリーにじゃあ載っけます。トマトチーズリゾットを作って、これがもう全部目分量で作ったから、美味しいか美味しくないかマジでわからない。でも見た感じはなんかね、美味しそうにはしてます。見た感じはね。まだ熱そうで食べれてないです。みんなさ、なリアはさ猫舌だからさ、結構なんか食べれない、熱い食べれないんだけど、熱いと。みんなは熱くても結構食べれる感じの人が多いんかな。でもすごいプン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 いい匂いはしてくる。あ、夫婦ね、かわいい、夫婦かわいい。確かにリラもでも絶対夫婦してから食べるかも。
夫婦大事今日野球やってるの。お腹がキリキリ言ってる。いや、口内炎痛いな。口内炎が痛い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 言ってる。ではチーズリゾット実食したいと思います。まずかったらどうしよう。うん、美味しいけどよくわかんないなんかよくわかんないな。めっちゃうまいって ならなかった。トマトが多分少ないかも。微妙。なんなら美味しくないかも。リラの作り方があれです。これはきっと。美味しくない。なんだろう、なんかすっごい微妙な味する。美味しくない。なんかトマトが美味しくない。なんとも微妙な味すぎて、失敗だなこれは。でも食べないともったいないから食べよう。なんだろう、なんかトマトがなんかすごい癖みたいな感じの味なんだけど、やばいあ、美味しくない。もうちょっと塩コショウかけてみようかな。
何かが足りない。なんだろう、トマトの量かな。なんだろうね、何かが足りないね。うん、こんな縁が痛い。そしてもうチーズはいいくらいにねある。うんけど、なんなんだろう、わからん。まあそういう時もあるよね。あーでもリラね、雑炊とか作るの苦手なんだよね。卵雑炊作れない。一番簡単そうに見える卵雑炊が私は作れなかったりするんで。悔しい。でも美味しく作れなかったの。納得いってない。レンジで作ったからダメなのかな。もしかしてチーズ入れすぎたかな。もう分かんない。やばい、食べれない、もう。せっかく買いに行ったけど。して食べんくてもいいか。ダメだ、食べれない。もういっか、ごめんなさい、しよう。あ、もったいない、ご飯が。
そろそろ終わるか。よいしょ。リベンジしたいけど、ちょっとあのちょっと美味しくなさはもう一回作ろうって気になれるかどうかわからないってことでね、この辺でちょっと時間なので終わります。ランキング読むよ。13位ボイドさん、ありがとうございます。そして12位がグアポさん、ありがとうございます。そして11位がムムさん、ありがとうございます。そして10位がケンゾウさん、ありがとうございます。そして9位がクシャトリアさん、ありがとうございます。そして8位がプーさん、ありがとうございます。そして7位がデイトナシックスさん、ありがとうございます。そして6位がジャーリングさん、アットマークシンガポールミューディー、ありがとうございます。そして5位がミズちゃん、ありがとうございます。そして4位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして3位がオグリン、ありがとうございます。そして2位がオロロさん、ありがとうございます。そして1位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。パフパフパフ。ではランディ頑張ってくるでー。では皆さん、この辺でさよならランディー、バイバーイ。